GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。本日の担当はおいちゃんと、担当しらぶと大山です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日やるタイトルはですね、こちら、ヘルダイバーとなっております。はい、はい。こちらのゲームをですね、今回から、しばらく期間的にはちょっとまあ飽きるまででいいのかな言い方的にあれかなまあ、まあ、うん、そうですね、あの良きところ良きところでまあ、ね、ちょっとやっていきたいかなっていうので、まあ、スタッフでせっかくで4人でワイワイできるゲームなんで、はい、やっていきたいと思います。で、まず今、リクンバ P ってなってるのが、すいません、これ僕の本アカウントのリクンバ P おいちゃんです、これが。はい、で、次がタン君ですね。はい、はい。で、次がしのぶ君。はい、紫色しのぶ君で、緑が大山。はい、はい。今ぐるぐる回ってるやつですか。が大山です。これ私です。じゃあまず、このゲームを趣旨を説明していきましょうか。はいはいはい。本来オンラインにつなぐと、この惑星の、まあ、これネットに本当はあの依存してるんで、あれなんですけど、ほうほう、うん、今オフラインでやってるんでこれあんまり影響してないですけど、本来はこれがどんどん数字が動いていくんですよ。世界中の人たちが惑星を制圧してって、はあ、ほう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 。で、今ここまで制圧できてるっていう、世界中の人たちと協力して。黄色が制圧済み。そう、制圧済み、はあ、あ、じゃあ世界の人とこの一緒に制圧しようっていう、そう、ゲームで、これが制圧しきれた時には何かあるんじゃないかな、きっと、はあ、続編が出るなりね、あるかもしんないよ。これの10倍ぐらいの大きさになっちゃったりして広がってで、まあまあまあ、で、一応これが一応、発売が去年の3月頃で、それで今この状況っていう。すごいですなあ、じゃあ地球人が総出でかかってもまだ制圧できてないと。まだ制圧できてないなかなかボリューミーなまあ宇宙って広いですからね。そうですね、確かに。ここからだって何億光年離れてるか分かんないですからね。地球人だけじゃまだちょっと無理かな。なので、じゃあ我々は今回まず虫の母星からの方面へどんどん進んでいこうと思う。虫、虫、虫が出てくるってこと。まあ、タイプは、説明しとくか。サイボーグ、虫、うん、あとアークトルスっていうエイリアンに当たるのかな、はあ、が出てくる場所で、はあはあ、アークトルスじゃない、イルミネイトか。イルミネイト、エイリアン。いや、おいさん、虫はどうかな。まあでも虫だったらまだなんか戦えそうな感じある、ね、虫、サイボーグちょっと硬そうじゃないですか。ただエイリアンも意外と怖いですよ、多分。まあ、プレデター VS エイリアンとか、あ、違う、エイリアン VS プレデターとか、あれすごいですよ。そんなの戦えないですか。私、虫の方が怖い。まだ虫の方が。なので、まあ、大山とあの忍君がまだ未経験なので、はい、そうですね。ちょっとミッション1のこの簡単なあたりから慣れてもらおうかなと。これでやられるようではダメ。これでやられるようではダメですね。もうやらせてもらえない。卒業式、まあ、死ぬほど訓練していただいてで、ヘルポットの前について丸ボタンで入れるんで、中に、はい、ヘルポット、地獄のポットかな。おお名前がちょっと、ね、おかなのヘルポット何が乗ったら嫌なとこ行っちゃうのかな。嫌だよそんなもん。はい、で、これが装備ですね。まず特殊装備、特殊装備は、主にレーザーモジュール、これが一般的な武器、あの装備で、照準が赤い線で敵まで伸びてくれるんで、はいはいはい、最初は慣れないうちはレーザーモジュール使った方がいいです。はい、これにします。そうですね、じゃあ僕はこれにします。あれ、絶対後悔すると思う。一等兵大丈夫かな。え、だってヤマンさん何等兵ですか。ヤマンさんで誰ですか。我々一等兵なんですね。まあ、で、あと武器は、こちらの、リベレーターから、いろいろとあるんですけど、それぞれ武器の特徴は、まあ、載ってるんでちょっと読んでみていただければとは思うんですが、なるべく攻撃力、まあ、最初はリベレーターか、はいはいはい、あとはあ、これキャンパー、この辺の、LAS シリーズ、この辺、基本的に弾がレーザーなんで。おー、なるほど、補充しなくて済む。補充しなくて済む。あ、じゃあそれがいい。さあ、おすすめはどうですかね。シクルとかかな。シクルとかトライデン。じゃあシクル。うーん、言われたがままにする。そうだ、
タンクキャンパー。そうっすね、僕はちょっと何ですかね、安全性と威力をちょっと上げた武器でいきたいかなと。安定性ね、はい、キャンパー攻撃力高いですよね。そうっすね、ただキャンパーが必要なほど硬い敵が出てくるかって言われると微妙なところだとは思うけど。あ、じゃあそれより連射とか射程距離の方がいいけど、まあまあそれはまあその自分の得意分野の、ね、そうですね、使いやすい武器を使ってもらった方がってことで。あ、でもタン君はもうただただ攻撃力で敵をぶっ飛ばすのが得意と。そうですね、やっぱり君あれおそらく名前だけで選んでるね彼バレたあ、いいんじゃないですか、新しいじゃないですか、性能じゃないと。性能じゃないと、やっぱりもうネーミングセンスが一番。そうですね、この一番下のやつは、それはですね、はい、これは戦闘支援を要請することができて、はい、まあ一回使ってみないと多分分かんないと思うから説明しても。そうですね、確かに実際呼んでみてこういうし、色で大体区分けされてるんでどういう支援ができるか。あ、で大体デフォルトのままで構わないですか。まあ一回デフォルト使ってもらった方がいいかもしれないですけど。分かりました。ミッションスタート。スタート、あと、だ時間制限あるんですねこれ。何、ミッションスタート、誰か一人押せと時間制限となります。僕が押してました、ごめんなさい。あ、いいですよ、大丈夫です、全然。一応まあ軽く操作はここで毎回操作がね、あ、近接攻撃もできる。はい、バツボタンで。で、お二人、操作説明は一応軽く読まれては。はい、読まれてますが読んでおります。自信はありません。あ、早速敵いますね。おや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 、こんなに湧いてきて大丈夫かな。大山さんと忍くんでちょっと敵倒してみますか。任されましょう。なるほど。あれ、あ、俺ずっと忍くん見てた。近接攻撃、近接攻撃、近接攻撃。あ、パンチ強い、パンチ強い、パンチ強い。あ、パンチで倒せますな。まあ、この辺の敵であればパッツだけで。私まだ一発も発射してませんぞ。これ水に入るとすごい遅くなります。遅くなる、ね、足が遅くなりますね。これ私噂で聞いたんですけど、自分の攻撃が味方の攻撃も当たると。そうですね、フレンドリーファイヤーがこの時もあって。あ、これ慣れない。あ、今忍君に撃たれましたな。気のせいじゃないですか。でこちらへ来ていただいて、まあ惑星にたどり着いたらミッションをこなしていくんです。こういう感じに、ここ今キャプチャーの、ここじゃねえや、マップで見るとこんな感じになんかシルエット、エンブレムみたいなのが出てるんですよ。はいはいはい。あ、タン君死にましたな。え、多分僕が、まあこういう風に、いや、あの攻撃すると、でちょっと今、お、今誰が僕助けます。で、ですね、このように L1 で支援を呼んで仲間を復帰させるってこともできる。 L1 で支援、支援、支援で画面上に今コマンド出てるんですけど、やたら複雑な、はい、このコマンドを打って初めて、まあ、使用できて、まあ、使うまでにはちょっと時間がかかる。支援を、はい。ああなるほど。じゃあ L1 で読んでコマンドを入れると。そうですね、そうそうそう、L1 で通信してコマンドで何をし要請するかっていうのを選ぶ。はあ、なかなかハードルが、なかなか複雑な操作性が。よしよし、パンチパンチパンチ。あまり前線に行くと今タンクに僕狙われてますからね。ただこの広角だと僕が打ったら大山さんに当たると。確かに僕はもう前線でパンチを繰り出す男ですからね。右スティックをこう押し込めば、その押し込んだ方向にターゲットが行くんで。なるほど、それでターゲットをちゃんと狙い定めていただいて打つと。闇組の連射すると変な方向に打ったりする。なるほど。でこれサンプル、あ、サンプル、これをあの10個拾うと1ポイントになるんで。1ポイント、その、ポイントが貯まると強化ができるんです。はあ、これ取ったもん勝ちですか。で、ちなみに脱出エリア、左上なんで左上行きましょう。逆来てたんすね。お、敵がいますが、自由のために。ほら、味方からのファイヤーがかなりダメージ食いますな。多分このぐらいのレベルだと味方のファイヤー食らわなければ耐えられば。ね、虫のダメージはそんなことない。お山さん近接行くからな。ちょっと邪魔ですかな。皆さん遠距離がお好み。まあこの辺は簡単なんで、まあこの辺で一回操作慣れていただいて。お、タンクがやられてる。あれは回復ですな。僕の出した。なるほど、これちょっと慣れないと難しいっすね。ね、まず押し込み出してた。あ、タンクやっちゃった。ごめん。手を貸してあげるよ。よしよし。
頼むぜ。よし、すげえ、任せろ。これ貫通するんだ。はあ、それは武器によるってことかな。じゃあ支援を今から呼びます。俺はってことは降ってくる可能性があるから。そうですね、天空から青いビーコンの近くに行っちゃダメ。あ、その周辺に降ってくる。この周辺に降ってきます。よし、この右下は私が守ります。じゃあ右上は僕が守ります。じゃあ僕はこっちで。こっち敵来ませんな。あれ、これ武器変更、三角、三角、三角長押しでハンドガンに持ち替えが可能ですが、ほほ、あ、来た来た。私の勇姿を見せるとき、パンチパンチパンチ。よしよしよし、殴り倒した。やばい、こっちの方が好き。多分気をつけて、そっちには殴るしかできない男がいるんですよ。そんな照準を合わせていては、私は。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。今、食らいましたな。ああ、蹂躙されてる。敵に蹂躙された。おいおい、体力、体力、助けて、助けて。ああ、あ、沈んでった。私これどうしたらいいですか。さあ、今、回復させます。ああ、すいませんね。で、大山も、ああ、これは何回でも復活できるんですか。離れすぎてるな。あ、シャトル来た。お、これで脱出と。参りましたよ。これで全員乗り込めば脱出完了。うんうんうん。まあ大まかな流れはこんな感じですね。あ、目的はその地を脱出すること。任務を完了させて惑星を脱出して完了と。あ、じゃあミッションっていうのはその都度変わると。そうですね。こんな感じ。あ、任務か。任務はこの、毎回変わるんで、惑星ごとに。で、今回のはエリアの確保だったっていうわけですね。そういうわけですね。あ、我々倒れたことにボーナスついてましたな。いや、あれがゼロだったらマックスのボーナスが入るんです。さようでございますか。やべえ、経験値の差がすごい。え、誰経験値。あ、すごい。どうして。これは、いや、今までの累積です。あ、そういうこと。左、名前の左に数字があるじゃないですか。あれが多分レベルとかかな。じゃあ僕としの、僕今同じ142ポイント。そうですね、同じだけ倒したと。まあ、こんな簡単なミッションではね。ただ僕たちレベル1っすよ。大丈夫なんですか。僕一回死にました。レベルで強さ変わらないんですよ、このゲーム。あ、そうなんですか。あれは何、純粋に武器とスキルだけなんで。ん、じゃあレベルは、レベルは、いろいろと装備が解放されてくっていう。はあ、なるほど。なんでもう4ぐらいいっちゃいましょう。4。私の武器っていうのはこれは強いんですか。本当は実弾の方が威力が高いのが多いです。ただ実弾は弾切れ起こすんで、弾薬管理が、ああ、なるほど、できないと済みますね。あー、マジっすか。ミッションスタート。これ、パンチ力アップみたいな武器はないんですか。パンチ力アップみたいのはないですね。あー、じゃあ厳しいな。この、あれ、ミッション開始まであと10秒。6、OK です。ちょっと銃弾が怖かったかな。グレネード。あ、グレネード。あ、でもこれは多分制限が、個数制限が2発までですね、1人。うん、これは 消耗品ですか。なんか消耗品で、あの、弾薬確保すればまた使えるようにはなりますね。これマグマなんで。え、いや、違いますね。で、下にも敵いますね。何、本当だ。ああ、確かに右下か。大山さん大丈夫ですか、そんな前進しちゃって。大山さん。これ前進したらまずいですか。あんまり前進すぎると危ないですよ。ちょっと一回ちょっと殴っていいですか。なぜ。敵を。ああ、どれぐらいの強さなもんか。ちょっとじゃあちょっと下行きましょうか。あ、全然いけますぞ。全然、まずい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 、蹂躙されてる、死んじゃった。いや、僕が生き返り出せますよ。すいませんね。こうなるわけですよ。こっから先はこういうことですね。なんかすげえ、
はい、じゃあ爆弾起動するんで走ってください、下にみんな。下に、え、待ってください、私今ちょっと体力がなくてね、走るの遅いですね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、私走れないけど。あ、僕もやられた。あ、やられた。もう画面に置いてかれましたな。ちょっと俺じゃ生き返らせないです。できま、無理ですね。そうですね。あ、僕も死んだ。え、3発で死んじゃったよ。3発でやられちゃったよ。これはゲームオーバーですかね。大山さんと忍くん接近戦に頼りすぎですね。僕接近戦は皆無なんで。皆無、あの、やっても意味ないんです。はら、敵に結局アドバンテージを与えるようなもんなんで。さようでございます。軍曹になります。あ、軍曹上等兵。あら、五丁やったの。え、三番されましたけど、そんなに強いんですかこれ。私とこっから先、あのレベルがどんなに上がろうと三番で落ちます。ちなみに、あのレベルが高いところに行ったからとかの強さじゃなくて、あのモンスターの強さなんです、あれが。はあ、あの兵隊槍みたいなやつは攻撃力大したことないですし、あ、ちょっと大きめのやつ攻撃食らっても問題ないんですけど、あの大きい雲みたいな、まあ雲というか、でっかいやつになると、もうあれの3発とかもう 4発目ぐらいにはもう倒されちゃうんで。それは地球人のトップランカーの人でも3発で。なんでもう敵には近づかないっていうのが鉄則です。パンチなんてしてる場合じゃないと。してる場合じゃないです。じゃあそれをね、うん、見ました。体に炎が燃えてたら四角で伏せて消火。わかりましたよ。ありますよ。もう敵がいっぱい。あ、これさっきの。あ、さあちゃうねん。これは味方を撃たないようにするのがちょっと難しいですな。あー、食らっちゃう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 。助けて、助けて、助けて。じゃあここ爆破しますね。え、え、どうしました大家さん。はい、はい、大家さん、味方を。私今撃ちましたか。味方撃ちましたね今。ほら失礼よ。ちょっと一旦ストップです、ここで。はいはい。今これアリの巣、あ、あれじゃない、虫の巣穴を撃ちたいんで。下から来てます、ね、来てます、来てます、来てます。あー、危ない。これ緊急回避とかはないんですか。すいません、大家さん。あ、あ、大山さん、今ミスりました。今すいません、ミスりましたね。これは助けていただかないと私困りますよ。今助けますよ。すいません、すいませんね。危ねえ、危ねえ。ほら、そこすごいところに、ほら敵だらけのところに。あれ死んだ。今の青いところの近くにいると今みたいに落下してきてやられちゃうんですね。そうですな。じゃあボン爆発しますよ。下に走ってください。はい。で、下に走り抜けたらタンクに、あの、忍くんを。はーい。お、結構近いところで爆発しましたな。結構あれ爆破範囲広いんで。小林さん、前進しすぎちゃダメですよ。はい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 、はい、あんまり前行かないでください。じゃあ僕下らへんやります。はい、お願いします。おお。私今誰か撃ちましたか。なになに、何起きてんの今。忍くん僕の流れ弾に当たりましたね。マジですか。ちょっと待ってください。あー、湧いてきてますな、湧いてきてますな。あー、下から来てる、下から来てる、下から来てますよ。味方の攻撃の射線上にいちゃった。まあ、前突っ込むと味方の順に巻き込まれるんで。そういうことですね。今のは私が悪いということですね。前に行きすぎるとダメ。そう、味方の誤射が増えちゃうんで。あ、効かねえ、銃があまり前には行かない方が。危なかった。ね、次は左下に行きましょう。左下、左下行きましょう。もう走りましょう。静かになっちゃう。
緊張感がね。めっちゃ集中しちゃうこれ。で、このブラックボックスを、そしたら大山さん、拾っちゃって拾います。沈黙したら大山さんちょっと投げてください。そうですね。うちもあーなんか違う武器打ったぞ。そしたら今度右上に戻りますよ。おい。お？リロード？なんか私リロードしないといけない武器に。片手武器しか持てない状態ですね今。それを持っちゃってるので。どうしてそんなことを？さっき拾ったからですか？そうですね、荷物を持ってるからですね。そりゃ困りますな。その荷物を持って捨てていいですか？いや、ダメです。それを回収するのが任務なんだ。あ、なるほど。ずいぶん戦いにくくなったな。おお、危ない危ない。ありがとう。あー、なるほど。あ、リロードね。あ、グレネード投げますよ。どちらに？お、あ、今は誰ですか？私をやったのは。グレネードは他の人だから慣れるまでやめた方がいいかな。あ、本当。タンクにやられたと。私ブラックボックス持ったまま行っちゃいましたけど大丈夫ですか？じゃあ僕が大山さんを回復させましょう。そうですね。落ちてきますよ。皆さん注意して。走り抜けましょうか。どっちに行きます？まっすぐ右上ですね。おーい。あ、助けて助けて。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、こっちか。どっちですか？ここだ、ここだ、これだ。あったあったあった。はい、完了。おお。任務完了。じゃああとはダッシュポットに。じゃあなんだあと一つですね。回収。妖怪下ですな、右下。俺誰か救ってもらっていいですか？はい、じゃあ来ますよ。どこですか？ちょっと待ってください。今タンクおい、どうも。あ、やっぱ危ねえ危ねえ。私がパンチで。よし。やっぱパンチが一番気持ちいいですよね。危ねえ人だな。じゃあ右下行きますよ。右下。はい、右下行ってください。あ、ほら。じゃあ先導するんでついてきてください。装甲の硬い敵がいますな。なるほど、これ攻撃しながら逃げるっていうのが一番いいんですね。そうですな、敵が無限に湧くんで、もうほぼほぼどんどん抜けていっちゃった。これは面白いぞ、このゲーム。協力プレイが面白いですね。すごい面白い。私、俺女の子キャラやから足が遅いのかな。そういうわけじゃないですな。関係ないですね。ほら、なんだったら僕より速いです。これ装備とかでスピードとか変わんないですか？僕が今8ランクなんですけど、この8ランクまで進むと装備できるヘビーアーマーは重たい、動きが遅くなります。なるほど。これ置いてかれたりするとどうなるんですか？特にデメリットはないですけど、画面が見えない、見にくくなる。あ、マリオみたいに泡になったりできない。できないですね。おお。あ、私今誰か危ねえやっちゃいましたな。敵が警報を鳴らした。で、任務でこういうのを起動させるためにこうやってコマンド打ったりとかするんですな。で、これで完了。あと上に脱出地点があるんで、それまで目指します。上。ふんふんふん。なるほど、これは面白いな。うん。で、これをシャトル呼んで、あと1分半。あと1分半耐える。耐える。これです。おお、なんだこれ。敵ですかな、これは。おやさん、危ないですよ。あ、危ない。確かに危なかったですな。おやさん、丸連打です。その状態になったら丸連打。あー、体力回復してきた。おし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 。なんか落ちてきたやつにやられた。これ敵ですか？いや、これ僕です。支援要請してこういうロボットに乗ることもできるんです。そういうこと。なるほど。なんで支援要請をピングするときに。おやまさん、危ない。あ、危ない。なんかまたグレネードやっちゃった。グレネードやった。私今グレネードで、あと40秒でシャッターできる支援。どこっすか？L1 押して。丸 L1? L1 押して支援要請一番下ですね、のコマンド。コマンドで、コマンド入力できたら R2 ボタン。あ、重いの来た。ね、さあ、この敵強いですよ。
またグレネードをやってしまった。よし来た、支援しますよ。周りの雑魚は私が。じゃあこの強いのはちょっと僕が倒しますね。じゃあ他の周りのやつは援護します。あー私のとこに来てますよ、私のとこに来てますよ。あ、やられた。あーさあ乗りましょう乗りましょう、シャッター乗りましょう。はい、1番。来た、2番。はい、忍君乗って。はい。あーでもこのいいですな、この危ねえ実際みたいですな。いやこれでもスリルある、すごい連携が大事なゲームですよこれ、うん、あー面白い。でミッションを達成すると経験値が手に入る。ははは、今星1つっていうのはあんまり良くなかったと。あ、星2つか。これで死亡回数が0だと星が3つになるわけです。あーなるほど、なるほど。お、昇進もう5兆、もう5兆ですな。お、私も5兆。まあ難しいミッションに行けば行くほどあのランクが上がりますのでなるほど、なるほど。で最後にここで、誰がどうだったかっていう成績が出ますので。ああ、なるほど。じゃあ味方うち0の味方うち5っていうとんでもない人がいますな。タン君ただタン君命中力が一番高いですからね、命中率。味方うちも命中率に含まれると。いや確か含まれはし、あでも含まれるのかな、命中率だから。あどうなんですかね、そこら辺は。ここら辺はまあ分かりません。まあまあまあ、おいさんタン君の8倍ショットしてますな。まあタン君その分無駄球打ってないっていう。ああ、なるほど、そういうことか。そうですね、そしてスナイパー。いや、喋りなさい。黙ってグーって出すんじゃないよ。僕一番微妙なラインだな。はい、なるほど、こういうゲームでございます。これは面白い。これはマジ面白いですね。やりたい。まあ慣れてっていただいて、はい、難しいミッションもうちょっとやっていきたいですね。そうですね、持ち帰りありですか。持ち帰りはぜひ自分で PS4 を買っていただいて、こちらダウンロードですので。あ、PSN に入ると2800円ぐらいで買えるんだっけな、確か。プレイステーションネットワーク ID、はい、あ、パッケージでは販売してない。パッケージでは確か出してないはずです。ああそうなんですね。一応パソコン版でも出てるんで、ヘルダイバー。ただそちらと、ID がリンクするかはでは分かりませんが。ああなるほど。はい、というわけで、はい、今回はヘルダイバーをやらせていただきました。はい、はい、GM チャンネルのスタッフ動画はですね、スタッフ動画じゃないか、 GM チャンネルはほぼ、毎日17時から配信されてますので、よかったら見てください。お願いします。じゃあ本日はありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。 GM コイン